風呂の会。お風呂の会。さあ始まりました、少量チャンネルの量です。今回の動画はですね、この間翔太と一緒に草津温泉に行った時に翔太がくれたこれバラの入浴剤をお風呂に入れて入りたいと思いまーす。でですね、一人で入るのもちょっと寂しいので翔ちゃんも一緒に入りたいと思うんですが、入ってくれるかな。さあ今翔ちゃんはパソコンでなんかやってますね。翔ちゃん、お風呂入ろう。一緒に入ろう。一緒に入らないね。こないださ、うん、誕生日でさくれたやつ使ってさ、一緒にお風呂入ろう、うん、ねえ。だってあれじゃん、お風呂の会やったもん、に最初の頃に。いいじゃんねえ、入ろう、うん、お願い。だって一人で入ってもつまんないじゃん。いいよ。いい？やったんじゃあ準備して。はい。さあそしたらこれをお風呂の中に入れたいと思います。これなんか花びらが入浴剤になってるみたいなので入れまーす。はい。てっぺんも。あ、そういう感じなんだ。うん。あ、でもなんかもうすぐ結構、ほら。あ、ほんとだ。なんかね、2、3回分あるみたいだから。全部使っちゃう。全部入れたらね、多分多いと思う。そうなんだ。うん。すごいなんか、罪悪感じゃない？鼻をちぎって入れてるっていう、なんかちょっと、罪悪感が。あ、これはもうこういう感じなんだ。ほら。いいんじゃない？ね。うん。あ、なんかいい匂いがする。いい匂いする。うん。じゃあ、これに入っていきたいと思いまーす。はーい。なんか久々じゃない？湯船に浸かるの。そうだね。最近っていうか、まあ、ずっとシャワーばっかりだからさ。あ、そうだね。なかなかね、湯船には浸からないもんね。うん、ね、いい匂い。なんかあれなんだ、なんか結構溶けちゃう、うん、の早いから。溶けちゃうね。で、あっという間に花びらなくなっちゃったんですけど、うん、あのね、でもすごく匂いが良くて、うん、気持ちいいかな。ありがとう。こちらこそ。うん、この間あの一緒にもらったね、ブラジリアンワックスはまだ怖くて使えてないんでいざやろうとなるとさ、そうだよね、どうやってやったらいいのか分かんないみたいな感じで、痛そうだしね。ああ、ちょっと勇気が出た時に今度やってみる。なんか結構このお風呂可愛い形じゃない、可愛い大きさでしょ、ね、でもコンパクトな、でも全然なんか、うん、そんな狭いくないかな。うん、2人でちょうど意外と入れるよね。うん、全然大丈夫。そういえばさ、はい、こないださ、俺とさ、翔太のさ、うん、25の質問の動画やったでしょ？俺が最初で、翔ちゃんが後で。うん、でさ、その時の質問に、うん、なんか、今まで付き合った人数はっていう質問あったでしょ？うん、で、俺が、女の子3人と、みたいな、うん、男の人何人と、みたいな動画で言ったらさ、コメントにさ、じゃあ、りょうさんは、バイなんですかみたいな、質問が来てたんだけど、うん、今は、もう全然違うんだよね。違うっていうか、もう完全にゲイなんだよね。うん、っていうのをね、ちょっと言っときたかった。そう。なんかね、その時は、女の子も、あ、普通に可愛いなって思うし、うんうん、なんか付き合いたいなと思って、告白してね、付き合ったりもしたんだけど、まあその時はね、まあ自分でも自分がゲイってまだ気づいてない時期で、
そう。で、その後に、まあ完全に、俺ゲイなんだって気づいて、うん、あ、男の人好きなんだっていうの気づいて、からは、もう、うん、女の子に、はいはい、うん、告ったりとか、うん、好きと思ったりとかはしなくなったかな。俺を気遣ってくれたの？え？やっぱほら気にするかなと思って。いや、まあまあ、見てる人も。うん。別に、そんな気にはしないけど。まあね、いろんなね、タイプの人がいるから。うん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 。でも俺は完全に、もう今はゲイだなと思って。うん。でも、昔付き合ってた女の子たちも、うん、もう全員結婚して子供もいるからね。ああ、そっかそっか。なんか、うん、よかったなって思う。俺と出会いたい。そっち？いや、それはもちろん思ってるけどね。うん、それはもちろん。うん。腕。翔ちゃんの方が太い。まあでも、そんな。ちょっと男らしいところ。そう、わたさくごっこしよう。熱心？うん、わたさくごっこ。いいね。いい。うん、用意スタート。でも今日は嬉しかったな。俺は寿命が縮まる思いしたよ。それは困る。渡るの方が年…ちょっと待って、言えない。渡るの方が年…渡る…ちょっと待って、違うな。100歳まで生きてもらわないと…でしょ。うん、ああ、これは間違えない方がいいよね。ファンがいるもんね、やっぱり。確かにね、これは間違えられないよね。でも俺、大丈夫だって。俺、セリフ少ないもん。いくよ。うん。用意、スタート。でも今日は嬉しかったな。俺は寿命が縮まる思いしてる。それは困る。渡るの方が年上なんだから。え？合ってる？待ってる、まあ。ちょっと待って、やばい、どうしよう。なんだっけ。100歳まで生きてもらわないとでしょうね。100歳まで生きてもらわない、それは困る。100歳まで生きてもらわないと。でも、そしたら俺が100歳っていう感じ。じゃあ、いいよ。言って。用意、スタート。今日は嬉しかったな。俺は寿命が縮まったよ。待って。すごい、なまってたわ、今。もう一回。うん、いいよ。はい。スタート。今日は嬉しかったな。俺は寿命が縮まったよ。それは困る。ただでさえ年の差あるんだから。100歳まで長生きしてよね。100歳？死ぬまで一緒にいるんだから。迷惑？うん。俺のこと大事にしといた方がいいよ。あなたの。わかんない。下手っぴだね。ダメだね。役者さんすごいね。すごいね。もう、だいぶのぼせてきたね。本当だね。もう、うんざりしてるけど、みんな見てるし。ごめんなさい。でも、めちゃくちゃ僕らも大好きなんです。うん、ね。大好き。大好きだから、許してください。はい、はい。じゃあ、ここら辺にしとこうか。はい、はい。というわけで、気に入っていただければ、高評価のボタンと、チャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた。